今日は豚骨醤油ラーメンです。いただきます。胡椒をかけて、これね、今日はうちにあるね、調味料だけで、この間豚骨の業務用のスープの素をね購入したんだよね。それが美味しいので豚骨醤油を作ってみたいなと思って、かつおだし、あごだし、それから昆布の素、シャンタンスープの素と、それと先日作った鶏チャーシュー、鶏チャーシューの焼いたやつ、焼き鶏チャーシューっていう感じかな。あ、美味しい。うん、今日業務スーパーの 200g の中華麺使ってます。麺が 200g なんで2人前ぐらいかな、今日大きい丼で。スープは 400cc で作りました。うん、美味しい。こんなに美味しいラーメン作れるなら、インスタントのラーメンとか袋麺のラーメン買ってこなくてもいいね、うちで作れるね。うん、おいしい。最近ね、あのあごだしにハマっててね、あごだしを入れたラーメンがね、すごく美味しい。塩昆布系には、塩昆布じゃないよ、塩ラーメンには昆布だしがいいね。うん、このシナチクはいつも自分で作ってんだけど、この間業務スーパー行ったら大きい袋で売ってたんで買ってきたんだけど、結構美味しい、いけますよ。うん、うん、美味しい。魚介系のこの出汁と豚骨がすごく合う。うん、うまい。醤油といっても、醤油とお酒とみりんとかって入れるのめんどくさいから、めんつゆ入れただけです。美味しい。うん、ぜひ作ってみてください。